はい、今回からファイアーエムブレム紋章の謎というゲームをやっていきたいと思います。そうですね、このシリーズはほとんどやったことがなくて、配信で昔第1話だけ試しにやってそれっきりなので、ほとんどというかもうそうですね、もう初見ですね、完全に全くわからないです。ただ他の人のゲームはまあ見たことがあるので、他の人がやっているのは見たことがあるので、って言ってもそれもそんなにわからないので、もうほとんど知らないですね。で、攻略サイトも見てなくて、今回もう全く下調べもせずに、あえて、まあ、今後もですけど、あえてそれでいこうかなと思います。何でしたっけ、味方のねキャラクターがやられるとそれっきり復活しないんですよね。だからそれなんかいろいろ知っちゃうと、例えばそのどこ何ターン後かにどこかの方向から敵が増援してきてそれでやられちゃうみたいな、攻略サイトで結構それって分かっちゃうと対処がしやすくなっちゃって、それで全然もう圧勝ばっかりになっちゃっても面白くないなと思ったので、今回は全く調べないで挑もうと思います。なので結構いろいろ多分取り逃したりしてしまうんだろうなと思いますが、ご了承いただければと思います。あとはそうですね、すごく噛むのと、多分声、いろいろマイク試したんですが、ちょっと声質の問題も多分あるとは思うんですけど、まあちょっとすごく聞き取りづらかったらすいません。もう多分もうそれを感じている人が多いと思うんですけど、はい、すいません。では行きたいと思います。はい、では行きましょう。第1部これからいきます。全然話が違うのかな、ちょっとわかんないんですけど、これからいきます。その昔アカニア大陸はマムクート龍神族の王メディウス率いるドルーア帝国に侵略され、人々は恐怖と絶望の中にあった。この世界を守るべきアカネイア西王国は恐るべき暗黒竜の力により壊滅。世界は今まさに滅びようとしていた。しかし奇跡が起こった。田舎町アリティアのアンリという若者が苦難の旅の末、光り輝く神剣ファルシオンを手に入れ、暗黒竜メディウスに挑戦し見事打ち倒したのだ。ドルーア帝国は滅び、アカネイア王国は再建された。そして世界は平和な時代を迎え、アリティア王国をはじめ多くの国が新しく建国された。しかしドルーア戦争から100年の後、長い時を経てドルーアにメディウスが復活した。そして隣国のグルニア、マケドニアを併合し、ドルーア帝国を再建。同じく世界支配の野望を持つカダインの大司祭ガーネフと手を組み、アカネイア王国に攻撃を仕掛けた。アカネイアは必死に防戦したが、グルニアの名将カミユとメディウスの力の前に敗退を重ね、やがて王女ニーナだけを残して滅び去った。英雄アンリの血を引くアリティアのコーネリアス王はメディウスを倒すため伝説の神剣ファルシオンを持って出撃したが、同盟国グラの裏切りにより壊滅。アリティア王国もまた滅亡することになった。しかし14歳になる王子マルスだけは姉エリス王女の助けによりかろうじて脱出し、辺境の島国タリスへと落ち延びていったのである。姉がいるマルスですね。あんまり分かってない。
読むのに必死です。ドルーア帝国によって祖国を追われたアリティアの王子マルスは、老騎士ジェイガン率いるわずかばかりの騎士団に守られて、ようやく東方の島国タリスにまで落ち延びた。タリス王国は騎士団さえ持たない辺境の小国であったが、タリス王は彼らに東の砦を与え、でき得る限りの援助を惜しまなかった。そして両親を撃たれ、愛する姉まで奪われて、悔しさに身を震わせるマルスに優しく告げた。マルス王子は、姉姫を思う気持ちはよくわかる。だがそなたはまだ14歳。帝国と戦うにはあまりに幼すぎる。今は我慢されよ。この地にとどまり、力を蓄え、そして時を待つのだ、と。タリスの人々の優しさに守られて、マルスはこの国で2年の日々を過ごした。そして間もなく16歳になろうとするある日のこと。めっちゃ噛むな。めっちゃ噛むね。めっちゃ噛みますね。本当申し訳ないです。ね、よく噛むということはもう本当に。多くはないんですけど、知っていただいている方にはよく周知の事実なんですけど、マルス王子、タリス城からシーダ様が来られました。どうしたんだシーダ、城で何かあったのか。マルス様、会えてよかった。ガルダの海賊が突然襲ってきたの。お城も占領されて大勢の人が殺されたわ。お願い、お父様を助けて。大丈夫だよシーダ、この砦にはアリティアの勇敢な騎士たちがいる。海賊なんかに負けることはないさ、さあ僕と一緒にタリスの城へ行こう。シーダの父親が城の城主ですか。で、これはこれ敵か、敵だね。でですね、このマップだけは記憶があって、一度結構前に配信の時に試しプレイというかそういうのをした時にここだけやった記憶があります。ただあんまり分かってないでやったので、ちょっとほとんどもう記憶がないんですけど。あ、弓矢がいるんだね。よし。砦が回復できる。で、この家、なんか家ありそうですね。行ってみよう。お金がもらえそうですね。お金もらえるのはありがたいんだけど、どうなんだろう。急いで使う必要があるのかちょっとわからない。手やりなんか飛びそうですね。あー飛ぶ。はい、おー強い。どこなんだ。あんまりあっちこっち行かない方がいいのかな。買い物、手やり、鉄の槍、手やり欲しいな。2つしか持てないんかな。どうなんだろう。あ、でも高いな。いいや。待機。ソシアルナイトやペガサスナイトが、チュートリアル
的にいろいろ説明してくれるとこですか。何ももらえないのかな。あ、間違えた。なんか何ももらえないんだったらあんまり家行かない。いや、でもまあ行った方がいいんだろうな。でもな。敵の行動範囲はなんぼ。あ、はい、ここで止めろと。強い武器は武器レベルが高くないと使えないことがあるぜ。武器レベルってなんだ。まあ、あとはそうですね、別になんかあんまりなんかもらえる感じじゃないのかな。隠しキャラ的なのがいたりとか、隠しアイテムがあったりっていうのがあるのかな。回ってもおかしくないと思うので、回っといた方がいいんでしょうね。攻略サイトは見ない、攻略系のところは見ないようにして、まあ本当に初見プレイでやろうとしているので、まあ、あまりそうですね、まあ探索をいろいろした方がいいんでしょうけど、どこまでしていいのか。下行くか。どこまでしていいのかっていうのは、その、なんて言うかな、全くわからないので何とも言えないんですけど、例えばその、まあ、スパロボで言うならば、トータル、総トータルターン数見て、ちょっと物語の内容が変わるとか、意味あるな。とか、あとはまあ、そのマップだけのことで言うならば、なんか援軍が来たりするじゃないですか。だからあんまりこう無駄にいろいろ寄るのも良くないのかなとか思ったり、その辺がまだ何とも自分は分かんないんですけど。はい、まあとりあえずそのわかんないんですけど、まあやっていきながら。ちょっと待って、主人公がいいな。いやー、ちょっと無理、ああ無理か。まあいいや。まあよくないか。よけろ。当たった。もう一回。よし。砦で回復ができるみたいなんで、まあ多少当たっても、まあ、進みながら回復していっていいんじゃないでしょうかね。まあでも敵いるな。一回やられたら戻んないですもんね。復活しないですもんね。あ、大丈夫かな、避けないかな。当たる。うわ、痛いな。いやー、当たる。まあ大丈夫か。まあ大丈夫大丈夫。動画が大丈夫だから動画で。回避されないかちょっと危ないけど。よし。
写真あるない。どうしようかな。後ろ、後ろ、後ろ。よし。ペガサスナイト。ああ、これはこっちにするか。倒せると、ああ、微妙かな。なあ。なあ。ああ、よかった。再攻撃はどういう基準でされるんでしょうか。ああ、どうしようかな。とりあえず殴っといて、じゃあ弓で撃っといて、14微妙、8倒せるけど、マルス、倒すか。倒せるはず。倒せないけど、よし。ここにね、砦があるから、ここで回復しながら進んで、で、範囲は別に、ないか。倒してない。うわー、来るな。もうちょい守りに行った方がいいかな。おー、強い。難しいんですよね。まあ、回復手段があるから別に。ああ、ちょっと待って。大丈夫か。まあ、やられなければ、やられなければですけどね。上から来てるんだよな。動画はちょっと上に行くか。あんまり、そうですね。いやー、ちょっとシール怖いな。ガインで倒して、で、動画を上の砦に置いて、多分近くまで寄ってくると思うので、で、まあちょっと海行けないんだな。海行けないんだったら、ちょっとこの辺で遠距離攻撃の人を置いといて、で、ジェイガンさんたちはこっちに行って、大丈夫でしょ。さすがにやられることは多分ないでしょうね。大丈夫。マルスも左に。さすがに1話でやられるわけにはいかないですもんね。いや、こっち来るのか。まあ大丈夫、大丈夫ですね。反撃。
もう一回。よし。あ、嘘。下に来る。ああ、大丈夫。大丈夫でしょうけど。マルスを置いておいて、で、セイガも回復する必要があるんだけど、この辺ちょっと寄ってみようか。寄れ、ああ寄れないか。特に何かもらえるわけではないですね。ちょっとこっちは置いといて、ここだな。砦に置きたいんですけど、敵の、まあいけなくもないんだけど、うわあ無理、こっちが無理だな。届かないんですよね。でもそうだな、いやーひどい。壁にしながらちょっと危ないので、ここが壁になってるからここに置いとこう。はい、まあ仕方ない、狙われるのは仕方ないですね。ああ、よし、まだ回復が足りない。すごい回復したな。とりあえず叩きながら、はい、どうしようかな。倒せるんだったらいいんだけど。で、弓矢のゴーロンをちょっと回復させて、動画は向かうと。この辺は特に、ここはシーダ抜けるのかな。いけてない。まあちょっと、でとりあえず、はい、まあ1話だしそんなに律儀に満タンでいかなくても多分大丈夫だと思うんですよね。いやでもこういうのがダメか。こういう油断がダメなんだよな。
でも多分大丈夫だと思うんだけどな。なんていうか、その、例えば遠距離攻撃をしてくる敵とかがいる場合だったりしたら多分狙われるんでしょうけど、なんか見る限り、まあ1マス近接だけの敵だと思うんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。だからまあ多少、まあじわじわにこう歩いて攻撃でもされない限りは多分大丈夫だと思うので、まあ、このターンでわかるか、どういう行動なのか、多分大丈夫だと思うんですよ。こんだけ近寄ってこなければ、その向こうから来なければ、あ、シーダちょっと危ない、シーダはちょっと危ない、多分まあここにいて大丈夫だったんだから多分大丈夫なはずなんですよ。ゴードはもう回復しないでもいいレベルかな、行ってみてもいいですね、もうね、はい、11っていうんだったらチェイガンできるはず。動画か、行ってみよう。よしよしよし、うんうんうん、よしか、マルスでいけるかな、まあ大丈夫だと思うんだけどな、で見ればわかる。一発当てて二発目当てられるか。ああ、すごい。うん、大丈夫ですね。で、カインはちょっと危ないから。はい。うん。で、まずは弓で。ボスだと思うので弓でカザック、ちょっと強いぐらい、うん、大丈夫でしょうね。誰だっけ、テアリーだか持ってる、はい、これあー、もう大丈夫だ。誰で倒すかな、トーガがいいな。ガチガチ系がレベル高いのは好きなので、これで、あ、避けられた。じゃあマルツやったからジェイガン、はい、
これで OK ですね。制圧。はい。これで、とりあえずいいのかな。海賊から占領されたんですけど、まあね、取り返して、オス、ん、誰かなんかね、 また仲間になるんでしょう。何、裏に隠れているものや敵に囚われているもの、また仕方なくドルーア帝国に味方しているものもある。そういった人たちを探し出して共に戦うことが大切なのじゃ。ということは、スパロボの説得コマンドみたいな感じですかね。とりあえず、はい。では、とりあえずこんな感じで、ちょっとのんびり、ファイヤーエムブレムをこれからやっていきたいと思うので、まあすごくその喋りに関してあんまり気の利いた感じでは喋れないですけども、まあのんびりやっているところを見ていただければ幸いです。まあその結構前からやってくれって言ってくれてた、結構昔からの知ってる方のねためにも、あとまあそれ以外のいろんな、まあ、もし見ていただけるのって本当にありがたいので、コメントはそうね、別に攻略コメントとかは全然、攻略サイトは見ないですし、そうですね、割とその動画をアップ公開している時って、まあ今は一章の一部の衣装終わったんですけど、まあ多分もうちょい先進んでると思うんで、まああんまりそうですね、良くも悪くも流されないって言ったらあれだけど、そうですね、あんまりこう、何ていうか、まあ初見プレイで大事にいくっていう部分ではそんなブレることは多分ないと思うので、はい、まあ好きにご自由にもし書いていただけるんであればすごく嬉しいです。ということで、多分これセーブさっきしてたみたいなので、これで終わっても大丈夫そうなので、今回はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。